中田徳造中田徳造から1962年9月17日は沖縄県出身の教育者、政治家。衆議院議員、金紛り金で中田林之助の長男として生まれる。1890年、沖縄県人情師範学校を卒業し、2年間、国上軍内の各小学校で教鞭を取った。1892年、 県比留学生として、東京の大日本水産海付属水産練習所で学んで、1894年に卒業。帰郷後、水産事業を起こすが成功せず、一時鹿児島県に居住して、また帰郷し、国神高等小学校、女小学校で教員を務めた。1900年12月、台湾に渡り、 台湾国語学校で研修を受けた後、1901年5月から台中内属学校で教鞭を取った。1903年8月、帰郷して金管切れ長に就任し1905年8月まで在任。その後上京して日本大学で1年間法制経済を学んだ。1906年に帰郷し農業を営み、国上軍組合議員を務めた。 1909年、第1回県会議員選挙で当選し、県議に連続3期選出され、県会議長を務めた。1920年5月、第14回衆議院議員総選挙で、沖縄県第4区から民友クラブ所属で出馬して当選し、衆議院議員を1期務めた。ありがとうございます。